ずはやっていきましょうか。バイオウェルズアウェイフォー。いや、前回はほんとね、もうナイフクリアの恐ろしさをね、受けまくったっていうところでしたね。いや、ほんと申し訳なかったっす。もうさすがにちょっとナイフだけじゃ無理だと思ってね、もうちびり倒してね、ハンドガン使いすぎたらね、手持ちのハンドガン半分以上使い切るっていうね。よくやったルイス。必死で隠したで、ね、水でも飲んで落ち着かなくちゃいけないですね。必死で隠したんだぜ、やつらにとっ捕まえる前に。うん、だがこうしてまだいいが、ウェー落ちる。さあねえ、だってあのエルヒガンテすらちゃんとナイフで倒せたのにね、まさかのね、あの敵がたくさん出てくるところでナイフでぶちのめすことができなかったっていうのはね、うん、なかなか難しかったですね、やっぱりね。まあそんなこともあるんで、ね、さすがにクリアがグダグダになりそうだなって思ったら、うん、ナイフ使う、ナイフじゃないや、ハンドガンをね、遠慮なく、それでもハンドガンだからね、遠慮なく使わせてもらおうと思います。まあ一発先行手榴弾もかましちゃったけどな。うん。さすがにグダグダになってきたら手持ちの武器全部フル稼働してやっていくっていうのを、まあ、手段としてやっていく。降ってないよ、ここ。大丈夫？こちら HQ。アシュリーがちょっと今バグったね。はい、ということで、今回からその清掃でお届けしてまいりたいと思います。結局ね、この格好だったらなんかギリギリね、脇、ちょっと待って、脇、もう一回、別にそこにフェチがあるわけじゃないけど、あれ？あ、やばい、カメラバレてる。めっちゃカメラバレてる。こうやって覗いてたことがバレちゃったかな。私どうなっちゃうの？自分のことだけかよ。あ、ちょっと待って、違う。ここまで来ちゃったけど、ああ、お金取り、お金が、ああ、今は無事に帰ることだけ考えましょう。さあ、ここもまず大変なんだよね。見つからないようにね、していかなきゃいけないんだけどね。果たして見つからないようにしていくことができるのかってね。しかもね、もう一個ね、不安要素があってね、回復薬がゼロ。うん、回復がゼロになっちまったんだよね。どうしよう、さすがに買っていくかねえ。ちょっとこっから先をゼロで行くことは、まあ、ゼロ百の敵も出てくるんですけど、ゼロ百の敵も出てくるんだけど、さすがに、ちょっとなんか前回パートからこの引っかかりが多くて、ダメだね。操作が、あ、やった！ちょっと待って、肘に小映えがついてる。ちゃんと体洗ってるんですけどね。触手、強烈な光映え。なんとかトゥーン3みたいな。よいしょ。で、こう、あとクラフトボーナス。190、ああ、でもそれでも191まで減っちゃったんだもんね。どうしよう。で、強化手榴弾。まあ、こいつの方がいいよね。で、購入で、完全にアーマーボコボコにされてるもん。やっぱ買っとくか、さすがにね。さすがに必要。これってでも、ちょっと待って、これ素材 S って、ああ、ストックがあるのか。なるほどね。じゃあ買っとこうよ、別に。あって困るもんじゃないし。あ、ちょっと、あれ賢いやり方だ。あ、1個しか買えないの。なんだ、3つくらい爆買いしてやろうと思ってたのに。くそ。まあまあ、まあ、いいけどさ。素材エラー残しとくか、じゃあ。ちょっと待って。ほいほい。あ、違う、これ、やばい。売っちゃやばい。で、キッチンナイフも売って、2000か、それでも。まあ、ここら辺をね、また、まとめて、後でポコッと売れば、なんとかなっからさ。また来いよ、また来るよ。はい、ありがとう。ちょっと待って。使い切っちゃったかな。じゃあ、いっか。さあ、こっからだな。でね、上の方にいる奴らもね、これ、こっから、あ、じゃあ、でも、こっから撃てないんだよね、確かな。オープン。すぐそこにいるんだよね、確かね。奴らがいる。こっち向いて、何？ああ、なんだ、ただのノブソ中か。じゃあ、ごめんね。うんこしてる最中は、ここいないね。こっち帰ってくる。で、こっち来てる。隙間からバレないっていうね。あ、ちょ。そんな変化球はしちゃダメですよ。ちょっとでも、ここで始末をしておかないと大変なんですよ。で、ね、これまともにできたことがないから、ね、上の奴らにもね、バレるとね、大変なことになるから、よし。で、なぜかボウガンを持っていると。え、クソやるしかない。え、どういうこと？え、なんか見つかった？え、嘘！
上のやつにバレたってことは、うわー、ハチめんどくせー、吊るされてるー、ちょ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 、差し出さないで差し出さないで、ほっ、よいしょ、ちょっと待ってちょっと待って、ちょ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 、おお、すごいオープンセサミ、すごいオープンセサミ、ダメです。おお、すごいな、倒れずに倒れずにちゃんと立ち上がってきたんだ。へえ、でこれ向こうから開けてくるやつら来てくれたら楽なんだけど。牙城を崩す、侵略への備え、さあどうする、来るか来ないか、来るか来ないか、来るか来ないか、行ってやろうじゃねえか、こっちから。よいしょ、開けたら目の前にいたりして、あ、いなくなってる。あれ、じゃあまるでなかったことのように、ほっ、あ、ちょっと待って、アシュリー、いって、やばいやばいやばい、ごめんねアシュリー、一旦ちょっとアシュリー、いって、こいつの蹴りなんとかならないかな、本当にやめてやめてやめて、どこ連れてくん。そしてそのいう時ですら、あの、もう商売に徹しているアシュリー、あ、ちょちょちょ、あ、え、はい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 、助けます助けます、お嬢ちゃん大丈夫、生きてる、元気で、ガンパウダー、まあいや、後でで、これまた開けると目の前にいたりはするよね。でこれ開けた瞬間にさ、敵がさ、なんか発狂したかないのこっちに近づいてくるんだよね。ってかこっちにアシュリー放っといてもらった方がいいんじゃないか。来た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 、ふい、ハマイハマイって言って、またハマイって言った、あ、痛い痛い痛い、あ、痛い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 、やばいやばい、後ろからおじさんキック、おじキック、あー、めんどくさいことになったね、おじキックおじキック、くそ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 く、ちょ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 、こっち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 、なぜついてきている、アシュリーなぜついてきている、命令聞いた、ちゃんと置いてかないでよ、じゃないんだよ、離れてろって言ってんだよ、いって、もうこいつマジで腹立つ、このデブこのデブ、あばい、いって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 、このデブ、いって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 、おら、よし、ほんで、あばばば、後ろから、え、違う、何してんの、こっちこっち、あぶね、足が短かった、残念だったら、残念、おつざば。で、うん、来てる、アシュリーだから、お前はもうこいつに関してはもう仕方ないね、もう一回もうなんか自分に甘えるともう甘えちゃうよね。でんでんでん、よし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 、ぐだるくらいだったらキックしといてやるよ、オッケー、ふっふっふっ、あ、いって届くんかい、今度は足が急に伸びてきた、ゴムゴムの足、ほい、よし、次、あ、次来てた、めっちゃ次来てた、うっ、あ、ちゃ、燃える、ここ、ほ、オッケー、で、うにする、うにしないね、大丈夫ね、いやー、もう自分にどんどん甘々になってて、もうその前にあいつら、え、買った、クロテルだけ、いやーはやー、普通の人はね、顔に一発でも銃弾食らったら死ぬはずなんですよ。まあ普通、人じゃないしね、普通じゃないからね。ほい。ほい。あ、ちょ。オッケー、燃えた。もうさすがに、あいつらだよな、多分な。カン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 って。だって下にいる段階でバレてなかったはずだもんね。よし、オッケー。お、全然 OK じゃないけどね。回復薬がまた尽きたよね、これね。あ、違う、いつまでもなんか離れてて、めっちゃくっついて。もうその方向のボディで私を助けて。で、ほいっと。ガッチャーン。で、こっち行って。あー、大変すぎる。ほんと大変。で、はなんかもういっぱい吊るされてんだよな、あれね、あの、多分ね、天気がいいから干したんだけど、天気悪くなってっていうので、ほら、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もっとなんかあるのかと思ったら、こいつ確かでも発狂するんじゃなかったっけ、発狂しないか、
あーでやっぱするよね。よし、オッケー。うにゅ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 う。で、不景気の金杯。回復アイテム欲しいって言ってたら、きたーざっすー。ガンパウダー&ゴーインハーブ。ハンケーン。で、ここなんかあるのかな。でもなんか、エイブキとか出てきそうだよね。ここ、エイダとかが、エイダバージョンみたいな感じでさ。で、あ、じゃあ、ここはまだないのか。もうちょっと向こうか。さあ、ここだよ、ここだよ。ここでどうなるかだよね。こっちなんかはないね。なんもなかったね。よし、エイダ編で、やけに静かだなぁ。この間、どこで待機してんだろうね。なんか、待機してる場所をなんか、見つけた、なんか、バレた？うっそん。甘いって。よし、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 オッケー。ああ、夫婦で見回り、夫婦で見回りかっかに。あちゃちゃちゃ、なんで。あちゃ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 。ほい。残念でした。ここは2体だよね。よし。で、さあ、まあ、普通に、ハンドガンを使えば、おそらく楽には行くんだろうけど、そうは問屋が下ろさないっていうね、やっぱね。でね、奴ら2体だけだったら、まあ、そんな大して苦労する、あれほどでもないとは思われるんですよ。これ無理なんだよね。そう。なんだけど、あのね、周りのね、敵がね、うにゅうにゅうにゅうに出てくるって、そっちが大変なんだよな。奴らの方が機動力高いからね。で、あとね、パリーがもし万が一発動しなかったら、もうそれで、ゲームオーバー、タイムアップっていう感じ、そんな感じだよね。どっかで待ってんじゃないの、実は。で、こっち。で、ここカチャコンしとこう。オープン。チュイン。ほい。大変だ、大変だ。で、とりあえずアシュリーには隠れといていただきたいのと、こっち開けといて、ここ先、開けとく？OK。あ、別に降りてからでも分かったよ。一発でも銃を無駄にしてしまったことを、悔いて恥じろ。はい、すいません。ここで待て。オーケー。めっちゃ今ためらってたけどな。はい。さよなら。で、自分で閉められるんだよな。ほい。グッド。んで、こっちは、え？ここはダメか。あれ？開けられなかったっけ？あ、じゃああそこカキンってやった意味ねえじゃん。閉まった。うわぁ。うわぁ。うわぁ、いいつ。あ、ちょっと待って、あれ？あ、ガンパウダーと素材エールが余ってる。ここにマシンガンがある。まあいいや。それはいいんだけど、うわ、しまった。しかもここに一回折れちゃったら戻ってこれないからね。じゃあ、やるか。はい。よし。こいつら分離させられればいいんだけどな。マジかよ。さあ、来た。阿佐ヶ谷姉妹。全然しっとりしてないけど、阿佐ヶ谷姉妹みたいな。阿佐ヶ谷姉妹みたいな。でね、なんだかんだ上品さだけはあるからね、本当に。いやー、よっぽど大事なものなんですよね。さあ、果たしてここどうやって脱出しようか。オッケー。逃げろ。なんならついでに。もう、周りの奴らも怒り狂って倒しちゃってくれてもいいんですよ。で、とりあえず逃げる。とりあえず逃げて、ちょっとずつ。ほっ、ガッキン。ほい、ほい。あら、あ、なんか勝手に燃えてくれてる。ありがたい。ほっ、おりゃ。よし、いいね。うわ、めっちゃ燃えてる。あれ？あ、ちょっと待って。やめて。あー、もう、それは本当やめてほしかったわ。よし、よし。
よしよし、あちゃ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 、あっちいし、いてえし、あっちいし、いてえし、えてててててて、あ、そう、もう、そっちから登ってくるのかよ。おお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 お、で、こっちから僕来てる。おいで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 、おじさん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 、前世はきっとおじさんだった。ダメです、おじさんおじさん、ほっほっ、あれちょっと全然全然姉妹が来てくんない、姉妹姉妹、あ、姉妹めっちゃ来たわ、姉妹めっちゃ来たわ、ほっ、よし、あーで、そういうことだったのか、なるほどね、それは覚えてなかった。うわー、姉妹が姉妹がファッサーしながら降りてきた。ええ、ちょちょ、おじさん目の前いたのかよ。それはね、あの、いるよってちゃんと教えてくんないとダメっすよ。で、またウニウニする？ウニウニするね！ダメです！で、とりあえず、ちょっとぐるぐる、邪魔！ちょっとぐるぐる回りながら、あー、味方を倒してくんないんすね。味方同士やり合ってくれたら楽なんだけど、あれ、ちょっと待って、ウニウニ野郎どこ行った？ウニウニ、よいしょジャスパリー、ほんと右目しか見えてないのによく戦えるようにすごいよね。ほいほい、あぶりあぶり、うそやん、えっスペース出てたのに、開通式でございます。デオンはバーディン、くっそー、でなんで見えてんだよ、ロッカーからちょっと隙間開けてこっち覗き見してるべ。くそー、一部の攻撃ってことは今の受け止められない攻撃、いやでもスペースって言葉出てたよね確かね。いやー、さすがだ、さすがだ。そしてこんなあれなのに歯並びは超綺麗だねこいつら。相変わらずだな。え、やられた状態からスタートすんの。あ、ね、すげえ、自然治癒とはこういうことだ。いやー、つらい、助けてー、無理。さあ、もう一回一からやろうか。ドゥンドゥン。よっしゃ、行くぜ。ほら、ほら、ほら。ガキ！あ、だだ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 。このムービーシーンになった途端になんかの二人だけの空間になるって感じだよね。よし。で、ここを開けてくれてるはずだから、オープンセサミー！で、めっちゃいるんだよね。ここ、敵すぎなんだよな、ほんと。燃えてます。で、こいつもいるから、ほっ、よいしょ。あれ、ほい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 、お手手からそれ落として、あー、もう、むにゅーってなる。もうこれになるのが一番だと思ったよ、本当に俺もだと思った。うん、ててよしよしよし、あー、ちょ、おじさんそんな張り切っちゃダメです。そういう、あ、ちょ、間違えた、そういうプレイはあの家で奥さんとやるかデリヘル状態やってください。そういうの好きな人いると思うからね、きっと。ほいほい、キック立ち、あー、もう嫌なことしばっか起こる。ほっ、オラ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 、ちょっと申し訳ない。さすがにグダっても面白くないから、これはちょっともう先にやっちゃう。ブン、フィー、ほら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 、あっしゃー、来たー。で、これお兄さんの、お兄さんなの、弟なの、違う、お姉さんなの、妹なの、どっちなの、来てる、あれ、あ、いるね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 。よいしょーとはやったものの、結局一撃必殺やられたら終わりなんだけどね。で、こっち、あ、めっちゃいるわん。よいしょー、ほい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 、あ、ちょ、あ、くそ。あ、ちょっと待って。積極的ですね、アーマーを壊すなんて。あなたの肉弾戦がアーマーを壊すなんて。あ、いててて、あ、ちょ。とりあえずこいつ、オッケー、あ、なるほどね、しゃがむことによって目の前の、あ、後ろの俺にそれが飛んできてることを気づかせないパンチ、後ろから来てるよね、めっちゃ来てるよね。で、積極的に積極的積極的積極的キック、
首が俺散らかしてる、俺散らかしてる。よし、さあやろうか。第2弾だ。甘い。嘘やん。再び、すっごい嬉しそうな顔でこっちのこと切り刻んでるね。ほんと超やばいで、あいつ多分ぬれぬれだぜ今。あ、レオン、レオンに逆に刺してあげたわっつって、ぬれぬれになってる。くっそ、ちょっと待って。うまくいかないなぁ。さすがに3発目になってるからな。そして、再び、自然治癒。もう完全に内臓が出てるんだもんね、背中からね。あのあたり多分肺だろうな。よし、わかりました。はい。ということで、もうぐだぐだお許しできまへんので、やります。くっそ、どこ、3本足るのかな、ハンドガンが足りなくなったら終わりなんだよね。ちょっと待って。ハンドガンを使い始めた途端にこうなるってか、こうなるってか。ほい、よいしょ。あぶれ、あぶれ。いやー、ちょっと、でもハンドガンの減りが半端ねえな。ほんで、あちゃ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 。お上手。あれこれ、あれいつもの彼がいない。いつもの彼。こっちから来るんじゃなかったっけ。あ、来たわー。あれでも武器持ってないね。よし、ちょっとでも確実に減らして、さすがにあの1対1になったらやっちまうよ、そりゃ。ほい、オッケー。あー、またうにゅうにゅし始めてるぜ。よし、ほい、オッケー、オッケー、ふいやー。よし、降りて。まあ多分これであれだな、村長戦が相当厳しい戦いになるだろうな。で、目の前から来てるね、やつね。ほっ、おっしゃー、オッケー。いい、ダメです。ほい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 、顔面が、あー、もう顔面、どうしよう。あ、降りてなかったんかよ。あー、危ない、甘い。よし、さあ来い、さあ来い、さあ来い。貴様はまず仕留めてやろう。さあ来い、さあ来い。よし。でん、でん、でん、でん。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。お姉さんとお兄さんとおばあさんとおじいさんが。苦しんでる。よし、オッケー。あれ、プルプルしてる。あ、プルプル終わった。さあ来い、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 さあ来い。よし、危ない。おら、さあ、刺しなら負けねえぜ、多分。ほら、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 なんかすごい、優しいのか、優しくないのか分かんないけど、とりあえず優しそうな雰囲気を感じなかったです。背中、おしまいです。脊髄無貫通開始、上に上がって、すごい力持ち。わー、あれ今スペース出てた？背中だったからダメだったのかな？スペース出てたと思ったんだけどね。くそー。もう。今度は右の下腹部に血がついてた。血のりがべっとりだったね。よし、わかったよ。ちょっとサービスしてあげるよ。よいしょ、くるっと。ほい、まずは一発お願い。ドゥーン。あれ、あ、これでいけるのかと思ったけど無理だったね。よし、はい、さよなら。投げてんじゃないわよ。ドゥーン。ほい、よし、刻んで。もう普通、もうこっからあれだよ。普通プレイだよ。よし、オッケー。普通にプレイ。ただしハンドガンがなくなったら終わりだす。普通あれだよね、ナイフ&ハンドガンクリアっていうのはさ、猫耳を取ってからやるべきなんだけど、猫耳を取れてない状態でやるとね、こんなギリギリの戦いになるっていうことをね、皆さんね、私が身をもって お伝えをしているという最中ですね。はい。で、ちょっと待ってね。ほい。あー、ちょ、ねるい、キック。あー、もう発狂。
よし、半玉半玉ゲッチュー、走るー。あれ、まあ7個もあるしね。めっちゃあそこに向かってドゥンドゥンドゥン、ドーン。よし、あれあれ倒れてくんないね。よし、次 next time is、 あー、お前それは一番空気読んでねえぞ。 OK で、こっち降りてきて、あーはーはーの髪の毛ありますか、ありますか、ありますか。あ、やばい、すげえ味方、味方切り刻んでくれてる、ありがとう。よし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 、あれどうなってる、どうなってる。おお、あまりにもやられすぎ、ちょっと怒り狂ってらっしゃる。よし、オッケー、いい加減にしてくれボー。もうさすがにハンドガンだけでやるしかないよねこれね。ほい、オッケー、あー、また。よいしょ、あー、こうなったら、こうなったら辛いよね、こうなったら辛いよね。よし、オッケー、よし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 、オッケー、あー、しよ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 し、さすが、さすがです、厄介。あー、なんとか、もう最後の最後でね。あー、帰ってくるのがお早いでございますね。ライフルの、ライフルの、あー、でもまだこれ敵いる？敵はいない。うわー、ついに切っちゃった。100発。ちょっと待って。こっち。1個。2個。これで、これで、よし、これで100。いやー、でもこの後もね、たくさんの苦労がお待ち受けているからね。一旦じゃあ、この辺りで終わりにしましょうか。はい。じゃあ、最後までね、動画お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。もうだんだんナイフクリアからハンドガンも交えてのクリアになってきてるけどね。まあもうね、全然クリアできないよりはね、うん。やっぱり、ワンパートで少しずつはね、先に進んでいくところを見せていかないと、あまりにもぐだっても仕方がないからね。という言い訳を並び立てつつ、はい。ということでね、本日の動画以上とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回パートでチャンネル登録しながらお待ちください。ではまた。